はいこんにちは、すです。 え今日はですね、一極集中は危険、最適な銘柄数はという内容で送り届けたいと思います。で左上のね、サブタイトルなのかな、になりますけども、えー、初めての米国株ナンバー2ということで、実はね、初めての米国株シリーズっていうのを1か月ぐらい前にやって、まあ、それがあんまり最終数伸びなかったんですよね、なので結構2回目をなかなかやってなかったんですけども、まあ、今朝もね、一通り終わりましたし、今からね1か月ぐらいはね、ポートフォリオを構成するのにいい時期なのかなというふうに思ってるんで、ちょっとね、こういったコンテンツもね、増やしていこうかなというふうに思ってます。今日もね 最後まで見ていただいて、ね、いい動画と思っていただければぜひ、ね、チャンネル登録そして、ね、いいねしていただけると嬉しいですよ。よ、えー、初めての方、ね、自己紹介こちらになりますけどもぜひ見てもらえればと思います。投資は自己責任でお願いします。まあ、今日は、ね、ポートフォリオの組み方はどうあるべきかみたいなお話になると思うんですけどもこれはあくまでも私の考え方なんでねぜひぜひ、ね、他の方の YouTube、Twitter ブログなども、ね、参考にしていただければと思います。 でまあ、あとねちょっと話余談なんですけども、あのー、先週の水曜日からかな。 ちょっとサンフランシスコの方に出張行ってまして、で今日帰ってきたところです、日曜日なんですけどもね、今日帰ってきたところです。でまあ、ちょっとね、出張中はいろいろ、まあ、投資関係で、ねまああのー、投資するかもしれないスタートアップの訪問とか、まあ、その他ね、いろいろとちょっとミーティングを多くね、忙しく過ごしてて、ちょっと動画の方もね、そんなうまく更新できなかったんでね、申し訳ございません。でもね、あの今週からね、またしっかりやっていこうと思うのでね、引き続きよろしくお願いします。まあ、サンフランシスコはね、晴れてましたし、人もね、だいぶ戻ってきたしね、まあ、なかなかいい旅行に、旅行というか、出張になったかなというふうに思います。 でえっと、本題に入っていくんですけども、まあ、これから1ヶ月はです、ね、あのポートフォリオを整理する期間だなというふうに、ね、思っています。えー、現状は基本はです、ね、今のポートフォリオを基本はホールドしてて問題ないと思いますけども、やはりそのポートフォリオの中でこれちょっと微妙だな、ホールドしてていいのかなという銘柄は整理してね、まあ、その他ね新しいあの、そしてそうしたらキャッシュができると思うんで、そのキャッシュでもって、 まあキャッシュだったりとか、まだ蓄えてるキャッシュで、あとはおしめが来たら購入していくみたいなスタンスがいいのかなと思ってます。今、現時点でここから相場が上に行くか下に行くかというのはちょっと不明瞭だなと思ってますけども、私個人的には上に行く可能性は少ないなというふうに思ってます。12月1日から12月15日に、ね、結構リスクイベント多いんですよね。政府フ務上限の締め切りが12月3日。えー、っと次の消費者物価指数が12月10日。 そして FOMC が12月14、15のスケジュールになっていると思うので、え次の FOMC は、えっと、まず政府債務上限か、政府債務上限ですけど、これまだ全く解決してないんでね、まだまたこう上院、下院で揉めれば、11月中旬から、ね、下旬にかけてね、まあ、悪い方向に進めばねあの、売られる展開にはなると思います。うん、悪い方向に進めばね で、12月10日の消費者物価指数は、私はこれねおそらくまあそんな悪いものが出ないんじゃないかなと予想はしてて、これをクリアするとそこから上がる景気にもなるかなと思ってます。うん。あ、政府債務条件もそうですね。終わると上がる景気になるかなと思ってます。ただ12月14、15がちょっとそのまた下がる景気にもなるかなと思ってて、えここは今度ね FOMC のメンバーが利上げの予想をするタイミングなんですよね。で、結構今回はあの FOMC のメンバーも利上げ をねまあ、するって予想する人が多いと思うので、そうなってくると、ね、またちょっと売られる展開にもなるかなというふうふに思っているので、まあ、ちょっと様子見つつですけども1月、12月1日から12月15日まで、これらのイベントの見通しがよくなる、見通しが分かる、終わってくるにつれてね、えー、次の上昇規定に入ってくるのかなと思ってますで。なんで15日ぐらいから上昇の規定になるかというふうに考えているかというとその、それまでは情報カタリストがないんですよね。株価が伸びていくような 情報修正になるような,な,んうのかな材料がないんですよね。ただ、えー、と1月15日からまた S&P500 の、ね、会社の決算が始まります。そうなってくると1月15日の、ね、1ヶ月前ぐらいから、ね、また決算が良さそうな銘柄を中心に、ね、株価が上がっていくとは思っています。なので、あのー、15日ぐらいから、まあ、そのリスクイベントが終わってその次、 15日からその今度はね決算を見据えた動きというふうになると思っているので、まあ、私は今、そういうふうに考えています。なので今は月のあごめんなさい11月の、ねえー、中旬ですけども18とかだっけ、えー、中旬ですけども、あのーまあ、結構、ここから先は少し、あのー、なんとか横ばいとかレンジ相場があの続いて、まあ、12月1日、10日とか、まあ、その他のリスクイベントで、ね、少し下がることも。 あるんじゃないいいかななという,ふうに思ってますん、はい、で、えっと、今はあのー、まあ上がるかもしれないですけどもね今はそのしっかり救3の決算を見て銘柄を確認してでおしめが来たら、まあ、拾っていくみたいなね、まあ、そんな買い方でいいのかなと私は個人的には考えてます。 で、えー、とポートオリオの組み方なんですけども、これ、1年前ぐらいかな、ちょっとコアサテライトのお話をさせていただいておりますけども、まあ、基本的にまた私はあのコアサテライトを継続してます、ただし、えー、とちょっとインデックスの割合ね、ね最近増やしてますね、うん、で今、インデックスが5割から7割ぐらい、個別株が3割から5割ぐらいをね、まあ、その状況に応じてね、バランスを変えてたりはします。はい でえー、っとなので、私が個別株の銘、ね、柄の話をするときは、あくまでも私のこのポートフォリオ全体の中の、あくまでも3割、5割ぐらいの中で、個別株を持ってますよっていう話で、えー、インデックスが、ね、5割、7割ぐらい持ってるって感じですね、うんで。そのインデックスの中でもやはり999を多めに持って、あとは v t i をちょっと持っていくみたいなね、そんな感じのスタンスでやってます。はいまあ、とりあえず、これでいいかな。はい で、えー、今日ね何名柄に、ね、分散すべきかっていうお話をねちょっとしていこうかなと思うんですけども、それを今日ねなんでしようかなと思ったケーキは、このプルさんっていうね結構、アメリカの投資家で、まあ、23万人ぐらいフォローいてね有名な方がいるんですけどこちらに、ね、動画詳細欄にねアカウント貼っとくんで、ぜひフォローしてもらえればと思うんですけども、えー、この方がツイートでねちょっとこんな話してたんですよね。 あの今回の決算、まああの、良い決算を出しても悪い決算を出しても、ちょっとプラスマイナスで、ね、なんか20%とか30%動くことが多かったですよねというふうに指摘してるんですよね。でなのであの、基本的にこのとかなボラティリティとか、あと自分の感情をコントロールするようなポートフリオが非常に大事だって、このツイートの趣旨としてはそういう趣旨で言ってて。 でえー、とプルさんによればね、とあるリサーチによれば、そのポートフォリオの,なんうのかな会社数は18から22が一番ね、この感情をコントロールしたりとか、ボラティリティをコントロールするのにね、まああの、ちょうどいい、分散としてはそれぐらいが一番いいんじゃないかっていうことをね、まあ、プルさんはあおっしゃってます。で、これは確かになっていうふうに思ってて、まあ、私のケース、あ後で紹介しますけども、私は15メー,カーだから20メー,カーぐらい、さっきのね、あの個別株の割合の中から、15メー,カーから2十 銘柄ぐらい私は保有してます大体で今回やはり私の銘柄もね23銘柄ぐらいね結構あの決算後にナイアガラを食らったんですよね一方でやはり23銘柄ぐらいは決算後に爆上がりするっていうのもあったんですよねなんでそういった中でやはりこう分散してたからこそね一部の銘柄が結構なんか大変なことになっても、PA、ポートトリオ全体としては結構バランスが取れて安定したのかなって私はね考えてます もう一つね、ケースとして、999のケースを挙げていくんですけれども、まあ、私の動画を見てくださっている方はね、結構、999に投資されている方も多いだろうなというふうに思うんですけれども、999自体はですね、こちらに書いてある通り、上位20社で7割の,あの構成を持ってます。こちら21って書いてあるんですけどね、g o グーグあは2名柄種類があるので、株、会社数としては20社です。999は20社で、全体の7割のね、ポートフォリオの構成になってます。 なので、このキュキュを買うっていうこと自体も、すでにポート量のバランスとしては大体20社ぐらいっていうことなんですねまね、あ、残り3割で80社ぐらいになってるんですけども、あのだからキュキュのパフォーマンスはね、今年今今23とかになってると思うんですけども、これもね、あくまでも 20, 20社ぐらいのねパフォーマンスね、非常によっている、で今年で言えば結構アップルとかフェイスブックとか、そんな調子よくないんですけども、やはり他のね、 あの15社ぐらいですか、調子いい会社で言えば、15社ぐらいのパフォーマンスで、ね、支えられている1年かなというのを思っているので、まあ、さっきのプルさんの話じゃないですけども、99も999、ね、も20社ぐらいの分散をしているよという話になります。で、えー、私のケースでは、だいた15メガ柄から20メガル程度に分散してます、だいたいね。 なんで1000万円の場合は1銘柄50万から100万、100万円の場合は1銘柄が5万から10万円ぐらいになるかなというふうにね思ってます。で、大体1回のシーズンで2銘柄から4銘柄ぐらい、ね、入れ替わるバランスかなというふうにね思ってますね。で、例えばあ u p s のアップスタートなんですけども、私は実はアップスタート前回の決算から、まあ、 買ってで今回の決算までずっとホールドししてままたでで今回の決算で、まあ、正確に言うとね260ミリオンぐらいの売り上げを期待してて、蓋たは結構220ミリオンだったんですよね。なんで私的にはすごくもう期待期待外れで、でなんでも時間外でそこを売った銘柄になるんですけども、まあそれでねあの結構そのまあ時間外で売ったんでそれほど食らってないんですけども、あの決算直後の、決算直後なんか5分ぐらいで売った記憶があるんですけども、なのでその。 そんなにダメージとしては食らってないんですけども、まあ、いずれにせよあの食らったとして、あのー、だけどやっぱアップスタートに対するその私の構成割合って、まあ、15から20メガラ程度なんでまあ 単純に考えればね、5%から8%ぐらいの構成比率だったんですね、私のポートフリオの中では。なので、その5%から8%ぐらいの構成比率がね、その中でたとえドガーンって大きく下がっても、もちろん一方ではねその、爆上がりしてる銘柄とかもあるんで、そんなにダメージ食らってないですよっていうね、まあ、ポートフリオの中でね、いくつか被弾しても、そんなにまあ、ダメージは少なかったかなというふうに思ってますね。うん で、まあ、結構その15銘柄、20銘柄もあるので、その決算が良ければね、あ決算良かったなというところで、逆にこのアップスタートをその瞬間、売ったお金で、あの代わりにね、あの決算良かったところにちょんちょんちょんってね、買い増ししていくみたいな、ね、そんな感じの運用をしてます、ただタイミングは、ね、状況によりますねあのー、やっぱ決算直後にポンポンポンって買っていくことも多いですけども、まあなんとかな、ちょっと渋い、なんか押し目が来て、少しずつ入れていくみたいなことをね、やってたりしてます。はい まあなんでその今回の決算の時点でねまあ結構そのまあ5月ぐらいから結構、いろいろ買ってきたんですけどもすでにねプラスね15からプラス60%ぐらいまで結構いろんな銘柄があるのでプラスも多いし結構ねあのまあそのプラスがある銘柄にちょんちょんちょんと追加で入れていってるみたいな感じですね。はい であの新規買い付けは、まあ、決算直後から押し目を待つことが多いなという,ふうに思ってて私自身も、まあ、あのいくつかの銘柄は、ね、決算直後にポンポンって買いましたけども例えばあのデータドックとかあのビルズーットコムとかは、まあ、いいなとは思ってるんですけどもちょっと買いづらいなと正直思ってるのでこれとかは押し目が来ないかなっていうことを、ね、待ってたりしてます。はい まあ、状況にもよるんですけども次の決算の1か月前ぐらいが、ね、ベストかなっていつも、ねえー、思ってるのでこれも、ね、12月15日ぐらいまでに、ね、おしめが来たら、まあ、決算が良かった銘柄に関しては、ね、覚えていて買っていこうかなと思いますで今週、来週以降、ね、ちょっと決算の良かった銘柄の話も、ね、増やしていこうかなと思うんですけども、まあくまでも、ね、それは、ねまあ、おしめが来たら買うのがいいんじゃないかなというふうに、ね、思ってますで15、20銘柄あるのであの管理しきれないんで、ね、逆差しには必ず入れてます。なんで、ね、よく あのなんのかな仕事が忙しくて相場見てなかったりとか決算が終わって、ね、次、開けたりするとかすると銘柄、まあ、がいなくなってたりということも、ね、よくありますけどもやはり、ね、こんだけ銘柄が増えてくると管理しきれないので、あのー、逆差しなねいでねしっかりあの資産を守っていくということは、ね、重要かなというふうに思っています。 でじゃあよく聞かれる8銘柄から10柄くらいって話がありますよねで。私はこれもちょっと試したことあるんですけども、運用として。まあ、これはねちょっとね、あまわしい、私はお勧めしないなと思ってます。うんあの運用資産額が、ね、大きくなればなるほど、やはり1銘柄あたりの額っていうのがやっぱすごく大きくなるんですよね。で、投資をするならばね、あやっぱ、あのー、なんていうのかな、まあ、いつかはね、1000万とか、そういう運用額になると思うんですけども。 あの1000万で運用したら1名から100万円なんですよね、100万円、まあ、当然ですよね、100万円になるんですけども、今回の決算みたいに、例えばアップスタートに100万円持ってたとして、確か決算後に2割ぐらい下がったんでしたっけ、そうすると20万減りますからね、まあ、いくらその1000万持ってるからといって、やはり20万円がドーんって吹っ飛ぶと、やはりなかなかね、ダメージとしては結構応えるのかなと、私は考えてます。うん、なのでやははりそれは、あのー、これこがね あの50万円であればまあ10万になるのでダメージもそんなに多くないですよねということなのでやはりそのねその運用額がそんなに大きくない時その100万円とか200万円ぐらいの時だと別に8銘柄10銘柄でも絶対額のダメージがそんなに大きくないんでなんとか回るかなと思うんですけどもやはり運用資産額が増えてくるにあたってねあのやっぱ15から20ぐらいになっていくのが私はいいのかなというふうにね私は考えてますね。 やっぱ完璧に選定できればいいけど、少しでもほころびがあればね簡単に 2, 3割落ちる銘柄が多い中で、やっぱパフォーマンスがちょっと安定しにくいかなという,ふうに、ね、私自身は感じてます。はいうん、ただ、まあ、もし1つ言うならば資産額がそんな大きい中、大きくない中、100万円とか200万円とかであれば、まあ、その絶対的な損失っていうのはそんな大きくないので、まあ、8銘柄10銘柄でもありなのかなと思うんですけども、結局、 運用額が増えてくるにあたって、ね、8銘柄10銘柄のままを続けてくるとなかなか、ね、あのメンタル的にきついところもあるのかなと思うので私は結構、ね、あの運用額がたとえ100万円とかでも15銘柄20柄ぐらいで、ねあのまあ、運用するというふうに、ね、あの慣らしていくのがいいんじゃないかなとよくこれ本とかでもブログ、ツイッターとかでもあるんですけどもお金持ちになるには一極集中しないとダメだという論ありますよね。うん まあこれは生存者バイアスだと思ってますし、あのー、リスクはかなり高いかなというふうに思って、ね、お勧すすめはしません。で、これってどういうことかっていうと、その確かにお金持ち、すぐお金持ちになるには、一極集中は必要だと思います。すぐお金持ちになるにはね。で、100万をすぐに1000万にしたりとか、まあ、そういったことをやるには、まあ、確かに15メ柄ガル、20メガル無駄な人かなり難しいです。う 一極集中するっていうのはやっぱこれだっていうものがあってそこにもうどかっと100万突っ込んでもう結構ボラティティ高いですけどもあとはそれに耐えるっていうね結構そのメンタル的なものも必要だと思うんですけども、まあ、だからといって結構その1年後にその5倍とか10倍になる銘柄を見つけるものなかなか難しいし結構、銘柄の中ではもちろん全然下がっていく銘柄も多いので。う まあ結構難しいかなと思ってます私的にはね、うんまあ、表には出ないけど一,一極集中で、ね、退場した人もすごく多いと思うのであの確かにお金持ちになるには一極集中が必要ではありますけども一方で退場するのも一極集中だと思います。うん、退場するのもね 結構やっぱギャンブル性が高くてあの一発逆転要素が高いのであのリスクという観点退場しないという観点を考えれば一極集中はするべきじゃないだろうなって私は考えてます。うんねうん、あの,正常のサバイアスねよく生存した人 1>, あのー、1億作った人2億作ったとかねあの一極集中しないでお金持ちになれないよって言うかもしれないですけどそれはあくまでも生存者バイアスの話で、まあ、運も良かった可能性もあるしねあのもちろん勉強してるってのもあるんですけども運も多少あったと思うので何て言うんですかねその中にはその損失を出して退場した人の声はそこには反映されてないし。 あの最近のね昨今の米国株のボラティリティを考えると例えばアップスタートにねあのどっかのタイミングで一極集中したら確実にこう退場していると思うのであの一極集中というところはね非常にあの難しいだろうなという,ふうに私は考えています。はい でまあ最終的な理想っていうのはねやはりどちらかと言ったらその投資で増やそうとするんじゃなくてやっぱ入金力で増やす方に注力する方が私はその資産形成としてはやっぱ正しいかなという風にね思ってますうん。まあ、入金力を高めてね pf 全体でね10パー20パーぐらいをね目指すのがいいのかなと思いますまあ今年で言えばねあの999 voo で、ね、それでれ23から25 らいね、パフォーマンスが出ているので、ね、今年で言えば、ね、インデックスだけでも十分だったんですけどもえ来年は、ね、おそらく来年1年間ではおそらくインデックスはプラス10%ぐらいしかあ出ないふうには予想はされているのでわ、あのーまあ、割と個別の、ね、比重を増やしたりとかインデックスが増えないから個別で一発逆転でやってみなくなるという気持ちは分かるんですけどもリスク管理は非常に大切かなというふうに 思うのであくまでもその全体のポートフォリオの中で個別はこんくらい持って、えー、とその個別の中でもさらに20周ぐらい、ね、バランスしていくっていう方がねボラティリティィにには耐えられるのかなというふうふ、ねえー、思ってます、まあ、私もねあの徐々に徐々に投資額を増やしていく中でやはり1000万超え,てぐらい超えてきたぐらいあたりからやっぱなんかボラティリティっていうのがなかなかね精神的に耐えなんか難しいなと思ってくるんですよね。うん 1,000万ぐらい超えたあたりで例えば10銘柄でねやっぱ1銘柄100万円。 かけてその100万円がね20%、30%落ちちゃったら結構がくって落ちるのでねやっぱそこはちょっとなんかメンタル的には難しいなというふうふに思ってるんでままああねあんまその1000万超えて運用されている方ってそこまで多くはないと思うんですけども必ず投資をしてたらねそこの壁っていうことが出てきてそうなってくるとまたこのボラティリティの壁になってくるので結構そのまあ100万だろうが200万だろうが500万だろうがあの小さい時からあのポートリのバランスとかボラティに耐える、ま。あ な,んなら夜ぐっすり眠れるようなポートフォリオを組むみたいなね、まあ、そんな感じを心がけてどちらかと言ったらその自分の作ったポートフォリオに対して入金力を増やす、まあ、収入を上げていくとかあ,の、まあ、あんま僕節約好きじゃないですけどもちゃんと支出をコントロールしてその毎月入れていく額をね増やしていくであくまでも PF 全体で 10%20% ぐらい目指すみたいな形でねやっていくのがまあ一番最終的にはねあのまあリスクもそれほど 上げることなく、そのパフォーマンス出るのかなというふうにね、思ってますね。で、来年一年なんかは、ちょっとね、インデックスのパフォーマンス出にくいと思うので。まあ、リスク次第ですけどもね、少しね、個別割合をね、増やしててもよかった、なとかね、まあ、そういった時期に応じてね。そういう運用していくことは。大事かなというふうに、えー、思ってます。はい。他に何か話すことあったかな。はい、まあ、そんな感じかな。今日はそんな感じになるので。まあ。 あの私はこんな感じで組んでますということでね、まあ、運用額が大きくなってくるとなかなかボラティリティも高くのでねあのここまで結構分散する内容になるんですけどもまだまだその100万とか200万とかであればさすがにここまですることもないかなという,ふうに思うんですけどもただ今日のメッセージとしては,やはりあの一極集中は、ね、いずれにせよその運用額が大きくなってくると耐えられなかったりするのであのやっぱね ポートフォリオのバランス、あのボラティティが高い中でもね、生き抜いていくっていうことをね、組んでいくことは大事じゃないかなというふうに私は考えています。引き続きね、あのこちらの本にノート書いてますんで、今日の動画ね、よかったよ、役に立たよと思っていただければね、サポートいただけたら嬉しいです。で、えー、っと、またね、この初めての米国株ナンバー2ということでね、これが、あのなんていうのかな、反響が良ければね、またナンバー3、ナンバー4もね、やっていこうと思うんでね、ぜひね、今日の動画ね、良かったよと思っていただければ、ま あのまた何度もお願いですけども、いいねを、ね、押していただいて、ね、いただけると非常に嬉しい。いいねを押してくれず、いいねが増えるとね、私もね、あ、よかったな、やってよかったな、また次もやろうな、やりたくなるなって、ね、思うのでね、ぜひね、いいねとかしていただけると、あとね、チャンネル登録するんでない方はね、チャンネル登録していただければと思います。ではですね、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。